今日は2022年4月7日、木曜日1時15分、22nd April 7th, Thursday, 1:15. ウクライナで、ひどいことが行われたと報道されているけど、ロシアはこれはフェイクだと言ってるって話ですね。しかし確かにね、爆撃している映像とか人を殺している映像というのが全然ないんだよね。後の映像ばっかし。なんでないんですかって話、みんなスマホ持ってるのにね。 Today's news is the incident at theUkraine, Russia bombed, destroyed building and killed a lot of people. Such a fact is fake. Russia insists. I also doubt why there's no picture movie doing that, not after bombing scene.Firing scene and killing scene. Many people have a smartphone. Many people can take a movie. Why not? 後ろ手に縛られてたくさんの人が殺されました。誰もスマホを持っていなかったんですかという話ですよ。A lot of people tied up back and killed. Not a person don't have a smartphone.Just only one. だからね、ウクライナという軍隊があるのにそういう殺戮が集団で起きるというのも不思議だしね、まあ、何よりもその殺しているその時の映像がない、爆撃しているその時の映像は全然出てこない。そう思わないか君だな。あぼーっと生きてんじゃねえぞ。ああそう、将来君たちが責任持っていい国にしていくんだぞ日本。つうことですけどね、まあとにかくロシアが言ってることが全部正しいってわけじゃないですけどね。 I don't say all things Russia said is true。もう世界中が嘘だらけだからね。 All over the world people tell a lie。 どこにも真実がない。 There's no truth anywhere。 そういうことですけどね、困ったもんです。しかしとにかく我々はテレビで報道される情報をそのまま信じてはいけませんよ。もう今メディアで放送される事実は本当かもしれない、全然デタラメかもしれない、そういう目で見ていかなければいけない。 We should not believe all facts broadcast on the TV. It may be true, it may be not true. Always we have to think ということです。
風は立ち向かって吹く。今は見えなくとも風は木々を揺らす。風になろう、風として生きよう。海を越えて、憎しみを乗り越えて、平和への想いが青空に舞い上がる。抑圧の枯れ葉を吹き落としてゆく。あなたの戦いが風を運んでゆく。あなたの優しさを風が広げてゆく。虚しさも苦しさも風は包んで吹く。今は見えなくとも風はよみがえる。風になろう、風として生きよう。海を越えて、憎しみを乗り越えて。そういうことです。